はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。環境ガンメタおじさんリュウです。さあ本日なんですが、皆さんデビリアンソングっていうカードご存知ですか？このカード、このカードね、すげえ強いんですよね。このカードなんか昔なんか NR 大会かなんかで、ね、何やそのカードって言った記憶あるんですけど、これまさかこのガチ環境でこのカードめっちゃ使われるようになるとは思わなかったんですけど、このカードめっちゃ強くて、これ何かっていうと、このカードがフィールド上に存在する限り、相手のフィールド上の全てのモンスターのレベルが1個下がると。まあリンク召喚とかね、ああいうのには関係ないけど、やっぱ今のデュエルリンクスの環境ってやっぱ大体シンクロモンスターかエクシーズモンスターが多いわけですよ。融合はほとんどいないんですよね。なのでこのレベルが1個下がるっていうこの効果ね、すげえ強いんですよ。で今日はデビリアンソングっていうのをぶち込んだ、リゾネータデッキをね組んでみました。環境をメタルリゾネータです。はい、どんな環境デッキでも刺さると言われている、このデビリアンソング、これはね何が強いかっていうとね、局所的ハリケーンが効かないんですね。これトラップカードなんで、このカードトラップカードで、しかも永続トラップなんですよ。なんで局所的ハリケーン打たれても発動することができたりすれば、相手の動きを、抑制することができると。まあ、ミラーにも強いですし、あとオノマト相手とかハーピー相手とかにも、シンクロとかエクシーズできなかったりするんで、ちょっとファーピーはね、カリバがマジできついですけど、カリバがきついときはね、初動を止めてしまえばいいっていう話があって、神の忠告でね、バチコリと相手の初動を止めてあげるっていうね、そういうことをすればいいので、あと高校だったら局所打ってワンキルすればいいっていう話もあるんで、だそういうね、ご都合反動を決めていくっていう感じですね。で、他のギミックは大体同じなんで、説明することはあんまないかなと思うんですけども、なんでこの22枚やってるかっていうと、20枚に収めとくと、リゾネーターとかしか来ないっていうパターンがあって、これモンスターが出すモンスターがあんまり強くないんですよ。リゾネーターデッキって先行制圧するようなモンスターがいないので、魔法トラップカードで相手の、高校ワンキルとかを止めていく必要があるんですね。なんで結構ね、そこそこ妨害札を多くしないといけないんですよね。でこの状態だと一応リゾネーターが来る確率が、大体 85% ぐらい、86% ぐらいかあるので、そんぐらいだったら許容範囲かなと思って、結構防御札とかこういう妨害札をいっぱい入れてますと。でローチが辛いんですよね、やっぱりこのデッキね。先行ローチっていうゴキブリね、僕のチャンネルでも何回もやってるけど、このモンスターがシンクロ召喚止めてくるんで、これめっちゃ辛いということで、このモンスターをなんとか突破できるように、あとハーピーとか青眼とかの先行制圧場面を突破できるように、ライトニングボルテックスとか月の書が入ってると。ライボルがね決まって、局所打ってライボルしたら結構勝てるんだと思うので、どんなデッキでも大体ね、なんで入ってますっていう感じですかね。ここライボル2枚とかにするとちょっと重いので、一応1枚にして、月の書1枚にしてるっていう感じなんですけど、はい。でもう一個ね、このモンスターね、これ結構強いんですよ。今回はちょっと対戦には採用できないんですけども、このカードがフィールド上に表側表示存在する限り、手札を捨てて発動する効果はお互いに発動できないということで、これね、青眼とか相手に出せると強いです。先行で結構先行正眼に相手にはデスカリバーライト立てるよりもこっちの方が強かったりするんですよね。調和の砲殺が打てないとか、因果切断が使えないとかあるんで、結構強いんですよ。あとテンポランスとか、ちなみにクリボール、これね難しくて、クリボールは止められない。クリボールは黒ボールってなんだ、クリボールは墓地に送って発動できるよっていう効果なんですよ。これ相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードを手札から墓地を送って発動、これね手札から捨てる効果だったら止められるけど、墓地を送るは止められないみたいな感じなんですけども、クリボールが止められます、これ手札を捨てたなんで。だからちょっと止められる範囲はクリボールとかは止められないけど、結構テンパランスとかサンダードラゴンとか相手の効果とかは結構止められるみたいな感じなんで、意外と仕事するんで、こいつを入れてみました。はい、というわけで早速ね、環境ガンメタデビリアンソングリゾネーターやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、遊戯か、遊戯ちょっと苦手なんだよな。手札誘発が結構多いと、ワンキルが取れなくて返されること結構あるんですよね。ハンド的には悪くないですけど、このデッキが、月光かな、ムーンライトっぽいね。はい、割とね、KCGT も今、現在近くなってきてるんで、結
構ですね、みんな、ランク戦なり、KCGT のそのなんだ、あのウィレストレベル帯なり、強いデッキがね結構多くなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。なんかあんまりねお遊びデッキみたいな使っていくと多分いないでしょ多分逆に迷惑みたいな、この時期なんかお遊びデッキ使うと。ターンエンドだ、なるほど、じゃあ3体融合じゃなくてよかったなみたいなとかあるけどね。3体融合出てくると結構やばいこと起きるから、このデッキスカーレット入ったら突破いけみたいな。これはね、なんかすげえいっぱい喧嘩できそうな。こうしてなんかモンスターしか来てないけどメタカード来てないんだけど、ワイルドワインドですかね。ワイルドワインドで、これは赤いの落ちてんだよな、キツネがな、赤いキツネが落ちている。でクリムゾンリゾネーター効果、クリムゾンリゾネーター特殊、リゾネーター効果、モンスター効果でリゾネーター効果で、レッドリゾネーター特殊ー、とりあえずここで対象を取って、で2500ライフ回復させてくれると嬉しいけど、まあ、ここで赤いの使ってこないと思いますけど、さすがに多分。まあ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 、そうだよね、回復入れさせていただく。だいぶ考えたなあいつ。超高タイムアウトマンと、あれシンクロ召喚、セッタンマンはね本当にね実況者潰しだね、マジで実況者潰し。これはまあ止めてくるよね、はい、モンスター効果発動。いや本当にね結構ね頑張ってうまいこと試合運んでたなっていう時に限ってね、なんかね回線弱者になってね、いいところでねなんか回線切れたりね結構あるんですよね。でまあこうしてワールワイルワイニワールワイニワイワイくらいでワイワイしていく。ワイルドワインドでこのアニメじゃなくてこの漫画版のカードだっけ、これめっちゃ強いな。まあ、最近結構頑張ってリゾネーター練習してるんですけど、このモンスターマジで強いな。もう一回ダークエンドかな、デボチを引くって5000でしょ、届くんじゃね。クリボールは無理ですけど、テンパランスだけはしますね。テンパランスケアするのはこっちなんですよ、強欲ゴブリン。これがねテンパランスケアできるんですよね。クリボールうわー、あほなんか大丈夫だ、いける、よし、オッケー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 。クリボールさんなんであれ墓地を送るなの、あれもさ手札捨てて発動するだったら強欲ゴブリンで止めたのにな。さあお相手またユーマくんね、よろしくお願いします。デュエル3倍デュエルイザーセット。やべえな、そろそろあれだな、多分アークソー始まるからこれアークソー見とかないといけないな。これアーク5なんか途中でやめたんだよな、みんな。なんか確かに70話くらいまで見たんだよ、ね、なんか暇のそろそろ見ないとあかんなっていう気持ちはある。オルマトランスいいだろう、ローチかな、ローチだろうなローチつらいんですよね、とにかくローチがつらい。まあ一応ねローチがつらいからローチ対策の札入ってるよみたいな感じなんだけど、さあちょっとどうしよっかなといったところなんですが、ズバ番長、はい、で番長で、はい了解です、はい了解でござる。やっぱ月の書なんですよね、やっぱ月の書なんですよ、結局月の処刑インベルズローチ。そうなんですよ、これがね対策だ、これちょっとね一応入ってはいるんだが、なるほど入ってはいるんだが、月の書1枚でワンキル取れるんですけどね、まあ引けてなかったらいいんかないっていう話。これ一応ガガガボルトあるんでデスカリバーないと持ってくるでしょ、でこれデスカリバーで相打ち取るしかないんですよ、ね、まあでも相手も言うてこのデブリアンソングは辛いはず、結構これ守備でいいかな、殴ってなんかねライフポイントなくなるよりかは守備で置いといて、守備で置いといて殴ってもらう方がまだいいかな。でセットでしょ、でセットでしょ、まあボルト1枚では局所ではとりあえず両方とも発動できるし、局所的ハリケーンに強いっていうのがデビリアンソングのいいところなんで、これで相手の
まあ札がどういう札なのかっていう話にもなってるんだけど、ノアダマンスあるんで一応ガガガキットとかは召喚してくるんですけど、あったらね、局所打ってきたらこれはこれが強いんですよ。デビリアンソングね、局所的ハリケーンに対するメタをここで貼れると。これでもどうするのが一番いいかな、相手的には。でもこれチューナーだけ潰されるが一番きついか。チューナーだけ潰されて、ワイルドワインの残しとかが一番辛いから。でもこれ多分エクシスできないんですよ相手。多分バンチョいいですよ、レベル2ですからバンチョレベル2っていうランク4入っ、ランク2入ったでしょこれで。っけボルト、はい、ボルト効果で、まあ、デビリアスの1枚は抜かれてもいいよ。前なんだ、なるほど、前なんだね、はいはい。で番長効果で、オノマトピアを蘇生していく、はい。でまあレベル2ですけどね、レベル2ですけど大丈夫ですかデビリアンソング最強か。ランクに入ってないでしょさすがに。いやなんだかんだこれ多分ね結構辛いと思うんだよね相手。でこのままエンドしてきたらちょっとめんどくさいか。なるほどな、殴っていただける、殴っていただけるのは結構ありがたいね。殴っていただけたらサーチが入るんで、まあ問題はないかなっていう。でここで、ワイルドワインと効果、ワイワイ効果で、クリムゾンをもう一回持ってきて、でもう一回ワイワイ持ってくればいいんで、これ相手に多分ね殴らないが正解なんじゃないかな一応だけど。まあでもデッキトップによるか、これデッキトップがリゾネットだったらまあ微妙だけど、まあ、一応相手は殴らないが正解な気がしますね。あのワイルドワインと残しが一番俺的には辛かったかな。でまあ相手も辛いと思うけどね、デビリアンソング2枚発動させるんですデビリアンソング2枚は結構強いでしょさすがに。これが環境メタカードってパワーよ。相手のフィールドのモンスターのレベルは全て1つダウンする、それが2枚発動されてる。つまりガガガボルトの1枚あっても必ずレベルは3になる。ランク3あのデッキ入ってないからなさすがに。そしてクリムゾンリゾネーターの効果発動。さあクリムゾンリゾネーターの効果によってこれライフ取りに行く感じでいいかな。ライフ取りに行く感じでいきますか。ダークエンド出してもいいんだけど、まあ、ここライフ取りに行ってでもダークエンドの方が強かったかな。これ開始のターンのこと考えたらダークエンドが強かったかもしれない。まあいいや、インフィニティデスドラゴン、いや壁出しといたら勝ちだろこれ。でも多分さすがにこれレッドデーモンベリアルでこれチューナー2体出したらこれ返せんだろこれ。これでベリアさんはね、あのアビスみたいな感じでダメージ与えるとなんかチューナー出せるっていう効果あるんで、いよいよこれアビス来るかな。アビスなんて来ないか絶対に。アビスで来たら結構やばそうよね。まだ我々のライフが尽きた。アビスはどうやって来るのかな。8やって 1やればいいから、あれかシンクロリゾネーターかなんか入れとけばいいのか、デッキの中に。そしたらアビス出るな多分。でコズミックサイクロンで1枚除外されていく、はい、いいでしょう。コズミックサイクロンでデビリアンソング1枚抜いてくればいいが、ガワヘッド召喚してガワヘッド効果、ガワヘッド効果で、墓地からガワを特殊召喚するが全部レベル3になっている。あいそうに。これさっきボルトで抜くのデビリアンソングだったようですね、ユウマくん。これがパワーデュエルよ、これがメタデュエル。さあお相手の方ユウマかオノマトかな。もうコピーないんでね、まあユウマあったらほとんどオノマトだと思ってもらえばいいんじゃないかと思うんですけど、これハンド強いね。リゾネーター効果先行では結構理想ハンドだといったところ。デモンズレゾナンスでワイルドワインド持ってくるのしょうがないから、デビリアンソングをこれさすがにこれあれだな、これどっちが強いんだろうね。これオノマトってこれ忠告した方が強いのかな。局所飛んでくるしな、局所飛んでくるから多分ねこっちの方が強い。局所飛んでくるイメージあるじゃん。まあボルトも飛んでくるんだけど一応あのボルトで思い出したけどさ、あのナルトの続編、あのナルトの息子の話ボルトなんじゃん。あの漫画めっちゃおもろい、最近読んだんですけど、ナルトもまあだいぶ面白かったんですけど、作品としてボルトのが何なら面白いっていうのない。
今ちょっとボルトがめっちゃ熱いのよ。ぜひね、読んだことない方はボルトを読んでいただきたい。レッドリゾネーター、で、レッドリゾネーターの効果発動、効果発動、ね、2100ライフ回復していく。でだ、ダークエンド、こことここでシンクロしていく、うん、はい、モンスターをシンクロ召喚。で、ビールガイ、デスカリバーセット、私のターン、さあ俺のターンだ。これで一応ね、局所的ハリケーンへの回答があるんですよ。攻撃最強でしょ。でデスカリバーナイトでモンスター効果1回向こうと、まあ、二妨害みたいなもんですね。実質結構強いです。先行二妨害、フェルリンクスもそういう環境に、いやあ雑すぎるんだよそのカード。このカード雑すぎるわ。おかしいもん、やっていいこと悪いことあるわ。ふざけんなよ。オノマトランス一応ね、多分ねこれね、エクシーズできなければ大変だと思うんだよね。シスター持ってこられて、ボルト持ってこられてちょっときついかなって感じだけど、なんかボルトじゃなかったな、ボルトが一番きついですね。このデビリアンソング割られるっていう、まあ、それが一番きついです。今フトロバスターいるんでしょ。ってことは、番長で釣ることができるから、いやでもね、多分ね6100はね削れないと思うんだよね。まあディビリアンソングさえあれば多分耐えると思う。ギリギリオノマトピア、はい、オノマトピア OK、 オノマトピア OK、 オノマトピア OK で、ランク4かけられそうになった瞬間、ズワワン長、ローチ結構やばいんですよ。ローチやばいんで、これでこうですね。さあデビリアンソングだ、頼む耐えてくれこのメタカードでライフは、ライフは一応回復しとったからワンキルはない。ザーバンチョの効果いいだろう。え、ワンキルないよな。電卓、電卓、900残る、900残る、いける、よし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 、耐えたらあるぞ、耐えたらある、耐えたらあるんだよ、耐えたらある。ワイルドワイルド効果によってクリムゾンリゾネーター持ってきて、でだ、スキル発動して、でクリムゾンを変えといて、ワイルドにしといて、でこっから、こっから分からせるわ。ちょっとね、このデビリアンソングは割れなければ相手が絶対できないと思うんだけど、一応ボルトあるかもしんないから、相手のチューナーは撤回しといた方がいいかもしれない。でこうでしょ、レッドライジング、でライジング効果、クリムゾン、はい、でクリムゾン効果、こうでしょ、でリゾネーター効果、2100回復して、でダークエンドじゃなくて、これはデストラゴンでバーンダメージ与えて、で全処理、全処理パターンでいきますか。全処理パターン、全処理できねえわ、全処理できん、間違えた。まあ、でもいいか、チューナー出しときゃ知らない、チューナー出しといたら知らん。大丈夫だ、これでベリアル出そう。これで、墓地からの蘇生を止める、あの番長だけぶん殴っといて、これねデュエルリンクスだと、これねベリアルの方が死んでて、これガチで邪魔なの、これレッドデーモンベリアル、これチューナー出せるんですよ、これチューナー出せるんですよ。これでベリアル効果で、クリムゾンリゾネーターと、で墓地からリゾネーターをなんか特殊召喚できるんだけど、これねこれね、あとからでよかったの、レッドリゾネーター、これねこれね邪魔なんだよね、壁にはなるから多分ね、ワンキルまたされないんだけど、これね邪魔なんだよね結構。いやこれ返せるかな、これシスターあるときついか、シスターで大丈夫、シスターだときつかったんだけど、シスターとディビリアソング割られて、ボルトがで、レベル変えられて、あのロックされてみたいな感じだったんで、あーでもなんか反動は強いの普通に、ただこれ殴れないんだよな、邪魔なんだよな、これね、ベリアルの効果マジで邪魔、これワンキル防ぐには強いけど、これやるとこうなるんだよな気をつけろユーマ、ベリアルビート、これはですね、あのレッドデーモンズを経由しない、のでこうなります。これはもうしょうもない、すげえしょうもない。でもそうしたらこれこうして、こうだわ、来たこれ、神ゲー来たこれデビリアンソング
デビリアンソングでハッてやったぜ。ボルト入ってないのは前では